逃げ上手の若君の話をします。まあ、逃げ上手の若君は、まあ、週刊少年ジャンプで連載中で、ノーガミネウロや暗殺教室で、まあ、堅実な人気を得てきた人で、で今回がジャンプによる長期連載の3作目っていう感じになりますね。あらすじとしては、まあ、鎌倉時代から室町時代にかけて、逃げ上手の若君こと北条時行が仲間たちと共に逃げ延びつつ再起を巡って仇討ちもやるという、そういう話ですね。うん。で、逃げ上手の若君もクローバーワークスの梅原翔太プロデューサーがやってて、まあ、ボッチザロックやキセコイ、そしてワンダーエクプライオリティの人で、まあ、そのラインでの4作目っていうことで、まあ、松井先生の知名度とともに話題性があったんですけど、じゃあ実際今のジャンプ的に見て、逃げ若ってアニメ化したらどうなるのかって話です。あくまでアニメ放送前のぶっちゃけなんだけど、逃げ若は間違いなく面白いですが、キセコイやボザロにはなれるとはちょっと正直思ってないっていうか、ジャンルが違うと思いますね。というのも、逃げ若ね、アンデッドアンラックや夜桜さんちの大作戦にかなり近いと思ってる。まあ、ネウロや暗殺教室にも言えるんだけど、まあ、結構スロースターターなんだよ、逃げ若。まあ、主人公も仲間たちも、まあ、少しずつ苦難を乗り越えて成長していくっていうのが、ネウロの相棒のヤコちゃんとか、まあ、暗殺教室のコロ先生の生徒たちにも言える立場だから、まあ、そりゃまあ、時行たちの成長がテーマになるのはそうなんだけど、結果的に、出雲風子ちゃんや、夜桜太陽くんや、坂本さんの弟子のシンくんみたいな、まあ、成長系キャラっていう感じですね。うん。まあ、ぶっちゃけ松井先生の知名度とか、クローバーワークスとか抜きにすれば、逃げ若が楽しめるんだったら、アンデラも楽しめるし、なんなら夜桜さんちも楽しめると思う。だって面白くなるの後半からだもん。うん。まあ、単行本を10巻、20巻買って、それを買える購買力と、時間が捻出できるかっていう話でもあるんですけど、まあ、それか、ま、ジャンプラで読むか。まあ、太陽や、風子は、まあ、最初からあそこまでジャンプ主人公みたいに強くなるということは考えてなかったっぽいんだけど、まあ、若はヒット&アウェイで強くなっていくんだろうなっていう動線を見せてるのは、まあ、松井先生っぽいんだけどね。うん。まあ、とりあえず、逃げ若のアニメにして、まず見せたいなって思うのは、南北朝鬼ごっこの演出だよね。うん。まあ、ボスキャラの演出なんだけど、ここの演出をアニメでどれだけケレン味でキレキレにやるのかって感じだと思います。ただこの辺は松井先生もかなりアニメにする際の仕込みとかやってるから、まあ、この辺に関してはまず期待してますね。うん。まあ、基本的に逃げ若って、ケレン味がある時は徹底的にケレン味があるし、まあ、変態もかなり多いんだけど、基本的に逃げつつ静かに仲間を増やしたり、まあ、成長していくっていうタイプで、まあ、ずっと動き続けてるわけでもないから、まあ、そこら辺も含めてかなりスロースターターなんだよ。うん。あとはまあ、アニメとしては、まあ、正直な話をしちゃうと、不遇だった新人育成枠じゃないかなと思ってます。うん、というのも、今んとこ逃げ若って、まあ、主人公と仲間たちである長者党の面々と、義理の父親である頼重の声優は開示されてるんだけど、まあ、主人公の時行の声優が、本当に新人の宵川麻希さんを連れてきてるし、まあ、プロモーションビデオ見る限り、麻希さんの時行は、まあ、悪くないんじゃないかなって思います。まあ、ショタ可愛いやつがだからね。うん。で、まあ、他の声優陣が、まあ、かなり不遇救済枠なんだろうなって感じがして、まあ、現場の結城葵さんや、綾子の鈴城さゆみさんは、まあ、いいとして、まあ、鈴城さんも芸風が広すぎて、なかなか代表作に恵まれないタイプの人だと思ったけど、まあ、ボザロでかなり救われてるし。うん。他は、芸歴は長いけど、大きな代表作に恵まれてないさそうな日の丸さんが、まあ、小次郎をやってるっていうのもあるんだけど、気になったのが、まあ、雫の矢野ひなきさんと、コウの諸冬の戸谷菊之助さんですかね。矢野さんは、まあ、それなりに、まあ、ラブライブとかやってる人ではあるんだけど、クローバーワークス的には、ワンダーエクプライオリティやってたんだけど、まあ、これの終盤の展開がいろいろあれで、まあ、ボッチザロックにもいるんだけど、まあ、キタちゃんの友達っていう、まあ、なんとも絶妙な立ち位置なんだよね。まあ、後藤と関わるの多分3期だし。まあ、矢野さんを、まあ、元気キャラではなくて、まあ、若の義理の妹なんだけど、
まあ、結構好きっていう感じの、まあ、雫やるのも、まあ、なかなか救済枠かなと思うし、戸谷菊之助さんはもう言うまでもないって言いますか、まあ、チェンソーマンのデンジです。うん、察してください。ただ、戸谷さんね、なんか、もともとソニー系列の声優さんらしいから、まあ、実はユナイトアップっていうクローバーワックスのアニメにも出てるし、まあ、ジャンプかけるソニーのクローバーワックスっていうところで、まあ、だいぶリベンジになると思います。で、まあ、ジャンプフェスでどうせ新情報出てくると思うんだけど、欲を言うんだったら、3クール4クール撮って、NHK でやるべきだと思う。まあ、実質分割4クールでもいいと思うんだけど、まあ、最新刊の13巻、まあ、岐阜の諏訪頼重最後の戦いがやるんだけど、ここがまあ実質的に逃げ枠第一部巻なんですよね。まあ、ここから数年後展開に差し掛かるし、ラスボスのクソゲっぷりも見せてくるし、まあ、本当に良い話なんですよね。うん、まあ、結構長そうに見えるけど、夜桜さんちの大作戦の開花がまあ大体11巻ぐらいで、逃げ若の頼重の最後の戦いが13巻で、アンデラの第1部巻がまあ15巻だから、意外と夜桜の開花とアンデラのループモノっぷりはそこまで遠くない印象ありますかね。うん、あとはその頼重なんだけど、まあ、ネウロやコロ先生のポジションに見せかけて、まあ、中村雄一だけどそこまで強くないと。ただまあ、ネウロやコロ先生と同じく人間の成長性を信じ続けてるっていう点ではやっぱり松井作品のキャラだなっていう感じだし、やっぱ逃げ若はアンデラ夜桜さんちにかなり寄せてる感じがしますね。うん、結果的なのかどうかは知らないけど、まあ、ということで逃げ若のアニメとしてのまとめは、まあ、ソニーとしての、まあ、声優の推し方だと思うんだけど、まあ、それだけにフレッシュな感じも楽しめるし、あれね、並べてみるとね、思った以上にね、アンデラ夜桜さんち逃げ若の3作品のシナジー高いんだよ。なので個人的には逃げ若うまくいってもアンデラかなと思う。まあアンデラアニメもなんだかんだすごい評判いいけどね。うん、でまあ2024年のクローバー枠的にどうなのかっていうと、ウィンドブレーカーが、まあ、すごい壁になるんですよ。うん、ウィンドブレーカーの話しちゃうと、通り部からループを抜いたやつなんですけど、まあ要するにイケメンヤンキー系なんですけど、まあ講談社が大好きなヤンキーもの。まあそれだけにかなりウィンブレの方がなんか気合入ってるし、旧ツイッター X でもなんかウィンブレのトレンドの方がなんか根強い気がする。まあそこら辺クローバーワークスの女性向け展開が、まあ、ようやく下克上するのかどうかっていうのはまあ期待してますね。まあ逃げ若も雫と綾子の出番もうちょっと増やしてもいいと思うけどね。うん、ということでクローバーワークスの逃げ若の話でした。でもやっぱ所々めっちゃ熱い作品だから、まあ期待してます。以上です。